こんにちは、バイバイガールです。今回は Python と OpenCV を使って画像の読み込み、表示、保存の仕方について紹介します。早速始めていきましょう。まず、必要なモジュールを読み込みます。インポート CV2 と記述して CV2 のモジュールを読み込みます。これで OpenCV を使うことができます。OpenCV を使って画像を読み込むのはとても簡単です。標準 API である imread という関数を使って読み込みます。im というのは画像の英語であるイメージを省略したものです。では早速 img という変数に画像を読み込んでみましょう。img=cv2.imread、サンプル JPEG と記述することで img 変数にサンプル画像を読み込むことができます。括弧内の引数はファイル名だけでなくディレクトリ名を含めた場所を指定することができます。img 変数は NumPy の多次元配列になります。shape というプロパティを表示して NumPy 配列の次元数を確認してみましょう。表示された結果から幅640ピクセル、高さ427ピクセル、RGB3 色の画素値で構成された配列であることがわかります。NumPy 配列に格納される情報の順番については他の動画で紹介しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもぜひご覧ください。次に、読み込んだ画像を表示してみましょう。画像の表示は、OpenCV の im 章を使います。まず、最初の引数に、表示するウィンドウのタイトルを指定します。2つ目の引数に、読み込んだ画像の NumPy 配列を渡します。表示自体はこれでできるのですが、ウィンドウを閉じる処理を入れておくと便利です。OpenCV の Wait キーと、destroyAllWindows を使って、何かキーが押されたら、ウィンドウを閉じるようにしておきます。ウェイトキーの引数はミリセックで、どのくらいの間隔でキーのイベントを受け取るかを指定できます。ここでは0を渡していますので、何かキーが押されるまで永遠に待つことになります。destroyAllWindows は、OpenCV が開いたウィンドウすべてを閉じます。これで、読み込んだ画像を表示して、何かキーが押されたら閉じる、というプログラムになります。それでは、早速実行してみましょう。読み込んだ画像が表示され、何かキーを謳歌すると閉じましたので、期待通りの動きになっていることがわかります。最後に、画像の保存をしてみましょう。画像の保存も簡単で、imwrite という関数を使います。imread と同じように、第1引数に、ファイル名またはファイルパスを指定します。第2引数に、画像の NumPy 配列を渡してあげます。これで、画像を保存することができます。簡単ですね。読み込んだ画像と保存した画像とを見比べてみましょう。今回は読み込んでから特に加工をしていないため、2つの画像が同じように見えます。いかがでしたでしょうか？今回は OpenCV を使った画像の読み込み、表示、保存について紹介しました。少しでもお役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。